金沢駅、バスターミナル、金沢駅、バスターミナルは、石川県金沢市にある、金沢駅に隣接した、バスターミナルである。駅の東西両側にあり、駅の両出入口が、県六園口と金沢高校に改称された後も、バス会社側ではそれら駅、出入り口を以前と同様に、それぞれ、金沢駅東口と、金沢駅西口として案内しており、鉄道側と、 バス側では駅、出入り口の故障に乖離がある。以下に示す、各乗り場の発着路線は2021年4月現在で、石川県バス協会発行のバス乗り場運行系統図に準拠する。運行会社を明示していない路線バスは、北鉄バスグループのものである。バス停としての名称は、北鉄バスグループは、金沢駅、西日本 JR バスは、金沢駅東口。 町バスは、金沢駅兼六園口、金沢フォーラス、金沢フラットバスは、金沢駅と各社で異なっている。本、バスターミナルが終点となる車両は一部を除き、バスターミナルの外側にある、オリバで交車扱いをする。オリバは、金沢駅前中央交差点の北側に3台分、南側に2台分ある。ただし、一度に、多くの便が到着してオリバが埋まっているときは、 ターミナル内の乗り場で校舎扱いを行う1番乗り場は、北陸鉄道グループの一般路線と高速バス、定期観光バスが使用する。2番乗り場は、北陸鉄道グループ及び同社が運行を支援している高速バスが使用する。3番乗り場は、北陸鉄道グループの高輪棒本田町方面の路線が使用する。5番乗り場は、 西日本 JR バスの高速バスと定期観光バスが使用する。5番乗り場は西日本 JR バスの一般路線と町バスが使用する。6番乗り場は北陸鉄道グループの橋場町、兼六園した金沢城方面の路線が使用する。7番乗り場は北陸鉄道グループの高林棒、兼六園した金沢城方面の路線が使用する。8番乗り場は 北陸鉄道グループの降臨房、広小路方面の路線が使用する。9番乗り場は、北陸鉄道グループの降臨房、広小路方面の路線が使用する。10番乗り場は、北陸鉄道グループの降臨房、広小路方面の路線が使用する。11番乗り場は、北陸鉄道グループの降臨房、三車方面の路線と、金沢フラットバス、この花ルートが使用する。 バスターミナル向かいの旧金沢とホテル前に設置されており、高速バスの降車場として使用されている。金沢フラットバス、この花ルートのバス停で、東口13番乗り場の横に設置されている。北日本観光バス来ますし、号のバス停で、東口13番乗り場の横に設置されている。1番乗り場は、ツアーバスから移行した高速バス事業者の大阪。 京都行きと金沢競馬無料、ファンバスが使用する。2番乗り場は、ツアーバスから移行した高速バス事業者の新宿、東京ディズニーランド行きと、下越ノーバス稲見行きが使用する。3番乗り場は、北陸鉄道の小松空港連絡バスと、加賀温泉バスの山中温泉行き、下越ノーバスの三井アウトレットパーク、北陸小矢部アクセスバスが使用する。4番乗り場は、 北陸鉄道グループの上、諸江方面の路線が使用する。5番乗り場は、北陸鉄道グループの高林坊方面の路線が使用する。また、以下の路線は、基本的に東口を発着しており、夕方の県庁前からのダイレクト便のみこの乗り場も使用する。6番乗り場は、北陸鉄道グループの路線が使用する。7番乗り場は、北陸鉄道グループの一般路線とのと方面。 特急バス、西日本 JR バスが使用する。8番乗り場は、西日本 JR バスが使用する。金沢駅から JR 北陸本線沿いに、南へ約500メートルの金石街道上に、北陸鉄道の中橋バス停留所がある。40万近赤線や三馬王の線は、ほとんどの便が、金沢駅、バスターミナルを経由しないため、 金沢駅利用者はここで上降するように案内される。ありがとうございます。